ヤフー YouTube、どうも、なおけです。さて、今日もヘアスタイル解説をさせていただこうと思います。で、今日はですね、はい、彼ですね、M フローのバーバルさんですね。バーバルさんは、意外と、なんかこう、いろんな髪型してるかなと思いきや、意外とそんなに多くはしてないんですよね。まあ、ちょっとした差があるので、そういう少しの説明、ちょっとしたその説明をちょっとしていければなとは思います。はい。で、まずこの髪型からなんですけど、まあ、サングラスかけてるんであれですけど、まあ、ベリーショート、ボズの近いんですけど、前髪の部分が少し長めに残ってますよね。ちょうどこの部分かな。おでこの外人ラインの部分からの、ちょうどこの部分ぐらい。奥行き、4、5センチぐらいの、この長方形の部分ぐらい少し長めなので、全体的には、9ミリとか6ミリから9ミリぐらいのバリカンでいいと思います。9ミリぐらいかな。でぐーっと全体的に短く刈っちゃって、後ろも全部刈っちゃっていいし、横も全部刈っちゃっていいけど、この外人ラインのところまでは刈ってもらって、で上の部分ね、この外人ラインからの長方形の奥行き、あの耳上ぐらいまででいいから、この部分に関してちょっと残して、全体的にバリカンで切っちゃっていいです。カットしちゃって。で、この部分、耳の上の部分から短く切って、合わせるようにね、ハサミで切ってもらっちゃって、前髪の部分だけ少し長めに残す。少しだけね。うん、少しだけ長めに残して、あと金髪に染めて、で、なおかつ、ここのもみあげの部分ね、ここが少し短いんですよ。なので、全体的に、例えば9ミリでバリカンでやったとしたら、ここは6ミリでやってあげるとか、もみあげの部分って、まあ、僕も今そうしてるんですけど、なんだろう、まあ、短いければ短いほど別にあんま気にしないんですけど、くせ毛だったりとかするとヒョヒョヒョってこの辺がちょっと邪魔になって、こう清潔感が出なかったりするんですよ。なので、まあ、ちょっと、他とは差をつけるような感じで少し短めに切ってるっていうのはあると思います、うん、なので、まあ、カット自体の長さで3段階でね、もみあげの部分と全体と、あと前髪の部分で長さがちょっとずつ違ってきているっていうのが少し特徴ではあります、うん、基本的にはまあ短い坊主でいいんですけど、もうちょっと長さを変えてあげるっていうのが一つあるかなっていう気がします。まあ、この時なんかはもうがっつりね、この外人ラインの部分から奥行き、耳上ぐらいかな、耳上のラインぐらいまでのこのラインの幅、ここだけ残してあげる。で、あとはもう全部バリカンでいいと思います。バリカンで、まあこれ短いからね、4、5ミリぐらいかな、3ミリから5ミリぐらいの長さでがっつり短く買っちゃっていいと思います。全部。で、上だけ残して、もうモヒカンラインで残してあげて。で、切ってあげて、ある程度長さ残して。で、あんま長くなりすぎても、なんだろう、ワックスとか立ち上がらなかったりとか、するので、そこだけ、うん、自分の髪質、柔らかい人の方が立ち上がりやすいですけどね。どちらかというとふわっとしやすかったりとか、うん、量が多くて柔らかい人の方がバランスはいいかな、うん、これね、全体的にフェードカットしてもいいと思いますよ、うん、なんかちょっとこうバリカンだけでやるのだと頭の形がどうかなって自分で気になる人は、フェードカットで頭の形綺麗に整えてもらって、で上だけ残してあげても全然バランスは取れると思います。うん、なんかバリカンだとどうしても全部が同じ長さになっちゃうから、差ができない、差っていうか頭の形がもろに出ちゃうんで、こう絶壁が嫌だとか、ちょっとバランス的にこっちがへこんでたりとか膨らんでたりとかっていろいろとあると思うんですよ。まあ、美容さんに相談するのもいいけども、自分が多分一番分かったりとかすると思うので、それを美容さんに伝えてあげてやってあげるのが一番いいのかなっていう気はします。うん、まあ、あとは上残してあげるっていうだけなので、そんなにまあ難しくはない。で、この時あれだね、もう最初の頃じゃないですかね。うん、最初の頃の髪型。まあこれに関しても、まあ基本的には変わらず、ベリーショートでいいんですけど、うん、まあこれこそフェードでカットで、このおでこの周りまで、上だけ残してあげて、もう周りは全部フェードで切ってもらって、もう3ミリとかからぐらいと短く切ってもらって、上だけ残すんですけども、さっきは前髪を結構長めに残して、全体的にこう、トサカを作る感じだったんですけど、この場合は前髪の方は短めに、ちょっと斜めに切るんですよね。こうフェードなんですけど、こっちの例えば、右目のラインから残すのがね、まあ、いろんなやり方があるんで難しいですけど、まあいいんだ。うん。
この長方形のラインで残してあげて、前髪部分短くして後ろの方高さ出せる長めに残してあげて、ちょっと量を減らしてあげて、でこの後ろの部分、この最後残った部分だけブリーチしてあげる、うん、それだけでもいいかもしれない。それだけであとすいてもらって量を減らしてあげてもいいし、ちょっとね似た感じ、分け方的にこのこっち側の右側のおでこからこの金髪の部分まで、ここ斜めに取って分けてるんですよ。ここ斜めに取って分けて、ここを全部下で、ここの残ってる長方形の部分、ここ残ってる部分だけ上に上げてる。そうなので、あのね、これね、分けてこっちだけ短くしようとするんじゃなくて、長方形に取ってそこだけ短く、長方形の部分をちゃんと前髪短く上を長く残してあげて、切った後に分け目で変えてあげてる。分け目でちょっとね、こっちが短くこっちが長くなってるような感じにもなってきてるので、カットはいいんですよ、普通でいいんですけども、分け方でちょっと変えてる、うん、バランスをちょっと変えてるっていうのが、なんかイメージ、僕のこの見た目な感じ、この写真はねな感じがするので、カットは普通でいいけど、分け目でちょっと変えてあげてるなっていうのは、うん、この黒目の端というか、このおでこのね、こう作り込んでるところから金髪で取ったこの斜め、この斜めで分けてあげると、こっち側をちょっと下ろしながら、こっち側立たせながらやってあげるといいかなっていう気がします、これに関しては。うん、まあこの時なんか金髪でね、ちょっと伸びた、坊主が伸びてきてる感じですね。もうこれは普通にベリーショートでいいと思います。うん。ただ、これだと、こう、バーバルさんの場合は、おでこがこう、長方形というか、四角形で横にちょっと広がってるような感じがするので、どちらかというと、まあここ、綺麗にそのおでこの位置で切ると、あの、面長には見えないんですね。あの、要はここのおでこが狭い人とか、ここの顔、頭の丸みがこう、ぐっと入ってきてる人が、おでこの部分までこう刈っちゃって、上はちょっとこう長く残して、こういう感じでね、やると要はここの上の部分が狭いので、よりこう縦長に見えやすいんですけども、おでこはこう横広がりというか、こっちに広がっているような方で、このラインで切ってあげると、上が結構横幅が広く見えるので、あのこういう髪型でもあんまりこう面長に見えにくい、その外人ラインに取ってあげても面長に見えにくいので、それっていうのはあの人によって違うんです。おでこのバランスとかによって違うし、もしその、なんだろう、横は短くして、縦もちょっと長めにして、こう立たせてあげたいんですけど、ここが膨らみが激しい、でも縦長にはしたくないっていう人は、ちょっとここの外人ダイビングもやっぱりこう、鉢の部分とかを下げて、で、そこで下を切ってあげて、鉢の部分から上にこうセットしてあげるような感じ。鉢の部分が膨らむって言うんですけども、鉢の部分を起点に分けてあげれば、そんなに膨らむはずはないと思うんですよ。うん、ちゃんと切ってあげれば、うん、それをちょっと差を、そこのバランスね、そのバランスは人によって違ったりはするので、まあ、美容師さんと相談しながらちょっと変えてあげてもいいのかなっていう気はします。うん、この時なんていうのは横が短く上が長い、さっきのがね、うん、これなんかはその外人ラインじゃなくて鉢の部分ですよね。こめかみ、鉢、まあ、ボンのくぼ上ぐらいまでかな、はもうバリカンで 3mm とかで全部買っちゃって、で、そこのからちょっとつなげて、横つなげてあげて、短く、フェードみたいな感じで短くつなげてあげて、切って、全部切って、上だけ残してあげて、前髪少し長め、うん。で、前髪のラインがあるじゃないですか。前髪短くしたラインの、前髪の終わりのラインをちょうどこのこめかみのところにしてあげて、そこから、こう、なんだろう、ちょうどこう、こめかみ8、ボンノグを通って、カラーを黒と金髪に分けてあげてるっていうような感じなんですよね。そう、うん、なのであのカットもさることながらカラーもそこで分けてる。なので よりこうなんだろう、上と下の差がつきやすいっていうのがあります。うん、これはすごい分かりやすいんじゃないかな。うん、同じずっとフェードっぽくなくてもいいんですよ。普通のカットで全部切って前髪と上だけ残してあげても、その前髪の終わりからこのラインでつなげてあげて、カラーでラインを作ってあげてるっていうバランスです。うん、これよく作られてるの本当にすごいなとは思います、バランス的に。うん、もうこの時なのがね、ベリーショートですね。うん、この時、まあ、特徴としては普通のベリーショートですけど、この黒目の前上ぐらいかな、黒目の上ぐらいからのここをラインでちょっと削ってあげてるね。ラインで削ってあげて、でこっちは多分こめかみぐらいでいいと思うんだよね。ちょっとこっちにずらしてるような感じ。そうで、周りは全部バリカンで刈ってあげて、上のこのこめかみ部分からこの黒目の上、この部分ぐらい、上の部分ぐらいは少し残してあげて、ボンのくぼ上ぐらいまで、ね、残してあげて、そこだけはもう短くツンツン立たせるような感じで切って、
もう周りは多分もうバリカンとかでいいと思いますよ。バリカンとかでもいいし、ハサミでもいいし、6ミリとか9ミリで短く切って、ここにラインを残してあげる、少し。ラインの幅はね、多分耳上ぐらいまでの、多分指、差し1本、あるかないかぐらいのラインでいいと思います。ぐっと。ラインをつけてあげると、まあデザインが、少し普通のショットとかはちょっと違うかなっていうデザインにもなると思うので、その辺もね、いろいろと髪型ちょっとの差でもいろいろな変化がつきやすかったりとか、髪に合う自分に合うバランスがあると思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。